2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会まで1年を切り、機運が高まってきました。町田市内でも関連イベントを見かける機会が増えてきて、徐々に盛り上がりを見せています。2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の競技として開催されるパラバドミントン。今日はこちらの小学校でパラバドミントン競技の体験会が開かれています。子どもたちに教えるのはトップレベルで活躍する大浜慎選手と中村海人選手。パラバドミントンを初めて体験する子どもたちは興味津々の様子です。パラバドミントンを体験してみてどうだったかな？難しかったけどとても楽しかったです。バドミントンのラケットを持っているので動かしにくいけど、急に止まったりできててすごいなと思いました。パラバドミントンは2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会から正式競技となり、注目が集まる競技の一つです。両選手に意気込みを聞いてみました。出場するっていうことをまず第一の目標にして、そこの次にこう一試合一試合を大切にしていって、メダルを狙えるように頑張っていきたいなと思っています。自分の精一杯のプレーをするということが大事だと思っています。でそれに向けて全力が尽くせるように日々努力しています。そしてこれからも頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。大浜選手、中村選手、ありがとうございました。ところ変わって、こちらは町田市役所。こちらではインドネシアの空手代表チームが大会1年前のプレキャンプ実施にあたり、町田市役所を訪問しました。その後は小学生との交流会も開催。インドネシアは南アフリカ共和国とともにホストタウンとなります。ホストタウンとの間ではスポーツに加えて人的文化的な交流も行われています。東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、2020年4月から始まるインプリント町田展に町田を取材し、新作を制作するインドネシアの新進気鋭のアーティスト、アグン・プラボウオ氏が来日し、市長を面会しました。また市民参加型のランニングイベントも開催されました。東京2020大会マラソン競技の出場権をかけた選考レース、マラソングランドチャンピオンシップに町田市出身の大迫傑選手が出場。その様子を応援するためパブリックビューイングが開催されました。市内にはオリンピックの会場になる場所があります。多摩ニュータウンから町田街道を西へ、自転車競技ロードレースの競技会場となっており、2020年の7月25日26日は失踪する選手が見られるはずです。また普段は市民がくつろぎイベントスペースとしても使われている芝広は、聖火リレーのセレブレーション会場となることが決定しています。町田市では東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けて、事前キャンプ地の招致、大会に向けた盛り上げに取り組んでいます。これらは本大会を契機として子どもたちに夢を与えること、町田市全体の魅力を向上させること、地域の活性化を図ることを目的にしています。市民の皆さんに参加を通じて地域に対する愛情、誇りを育めるような事業を展開していきたいと思っておりますので、皆さん期待していてください。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会まで1年を切り、盛り上がってきました。めったにないこの機会、皆さんも楽しみましょう。